彼と少し話がした。ようこそ帝光バスケ部一軍。勝つこと以上に大事なことはないんですか？ない。なぜなら抵抗の理念は勝つことだからだ。漠然とした理想など無力なだけだ。哲也、あの時の答えは出たか？はい。では見せてもらおうか、お前のバスケ。いいえ、見せるのは僕のバスケではありません。僕たちのバスケです。なるほど、受けてやる。くれ！明石！早い。まさかこれは。かつて黒子とみんなと。面白い。ゾーン。彼は僕が相手をしよう。あまり僕をイラつかせるな。テイクとオリジナル比べられることすら不快だ。図が高いぞ。いやいやいや、ありがとうございました。